しそうは木の葉のそよぎである。彼らは私の心の内にその歓喜のささやきを持っている。世界はその愛人に奇怪な仮面を脱いで見せる。彼は永遠者の一つの歌、一つの口づけのごとくささやかなものとなる。想像の神秘は夜の闇のようだ。それは私は窓辺に座っている。すると世界は一瞬その前に立ち止まって、私にうなずいて、そして立ち去っていく。通りすがりの人に似ている。私はこのためにこそ長い間待
充実をいらぬとき、我らは喜びのうちに我らの果実に分かれることができる。